はいどうも皆様、ヒンジブラザーズのカーネルです。その兄貴でございます。皆様、このイベントのガチャで土方歳三を手に入れました。やったぜー。あれ、維新キャラ手に入れる気ないって言ってなかったっけ。ダイヤを使う気はないと言ったけど、維新ガチャ機を使う気はないとは言っていない。あー、要するに維新ガチャ機を使って手に入れたと。そう、250枚あったから。で、兄貴が手に入れた土方歳三はドンパッチで使えそうなのか。そうやな、レジェンドやドラゴンウェスのキャラと比べても相対的に強い方に入ると思うで。特に迎撃で陽属性のキャラを多く編成する方は気をつけた方がいいかもしれん。これを見てもらえばわかるけど、敵全体に陽属性キャラ人数分の貫通追撃か。またヤバいのが出てきたな。ヒートアクションな分まだマシやけど、次はどんなキャラ出てくるんやろうな。あと出てくるとしたら、徳川、佐々木、勝、オリオ、オトセ、グラバー、山内、山並、豊島、幾松ぐらいやと思う。で、別の話に入るんですけど、2月25日に出過ぎ海岸っていう新機能が出るんですよ。何それ。要するにキャラのさらなるパワーアップ化ってこと。おー、ええやん。ただメリットとデメリットがあるね。メリットはキャラの能力が強化されること、デメリットはキャラによって能力が変わってしまうこと。これを見てもらえばわかるけど、これ場合によって良し悪しあるな。そう、クエストイベントドンバッチに合わせて編成が異なるから、絶対海岸の恩恵を受けられるかどうかはわからないんだよね。確実に問題なさそうなのはこのキャラたちになると思うけど、それにもしかしたら後々レジェンドやドラゴンウェスのキャラも対象になる可能性はあるので、安易に絶対海岸をしない方がいいかもしれません。以上です。セラや鏡持ってない方はこのガチャで当てることをおすすめするね。それではバイバイ。